やっほー。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。こんばんは。見てー、ほらめっちゃ見える。でー大口内炎、自分の口内炎見せるアイドル痛いの。チョコラ BB ってね、チョコラ BB 飲もう。でもビタミンはねめっちゃ取ってんねんで最近。これからお出かけかなって、うん、お出かけしてきた。わず、そう、今日ねお稽古だったんですけど、本当はおどんどんの、でも普通に朝起きてパッて携帯見たら1時間前ぐらいに今日のお稽古オフになりましたってなって、へっ、オフじゃんと思って。そうで、でも結局普通に朝に起きちゃったからさ、そのまんまどうしようと思って。でやることはね正直いっぱいあるんですよ。覚えないといけないこと、なんか作業しないといけないことあったんですけど、夕方頃までなんかそのままゴロゴロしちゃってダメだと思って。そうで、今日絶対あれ買いに行こうと思って浄水器今買ってきたのよ。そう、まだつけてない。今ほんまに買って帰ってきて、で普通になんか今、あ、今ショールームしようと思って普通になんか洗面所で始めちゃったんですけど、そう浄水器買ってきて、で一応なんか蛇口の写真を撮って店員さんに見せて、でこれつけれそう、これならつけれそうですかねって言ったら、これつけれると思いますよみたいな。でも万が一つけれなかったら返品できるので、絶対破かないでください袋をって言われて、それ聞いてちょっとビビってるのよ西は今。そう、そう袋を破いてしまったらもうそれは返品できなくなって、大西にとっては使い物にならない大きなものがお家にある状態になってしまうので、ちょっと怖いんですよ自分でやる。後々ゆっくりやるか、でもまだねお水のストックがだいぶあるから、まあ、それ飲み切ってからでもいいのかなって思ったりしててさ。ペットボトルのって、そうペットボトルのねやつがねいっぱいあるんですよ、まあ、返品期限ないって。特に何も説明されへんかった。ダメだったら持ってきてくださいって言われた。そう、いついつまでにとか何も言われへんかったから大丈夫やと思うけど、
飲んでるお水何って、お水はね、あの天然水アルプス、あの青いやつ、青いやつ飲んでる。そう、水はね、あの青いやつが好きなんです。そう、あ、そう、南アルプス、そう、あれが好き。香水がダメなんだっけ？そう、香水飲めないんですよね。いや、飲めって言われたら飲めんねんけど、あんまね、おいしくない。軟水が好きですね。そう、硬い水ね。そう、硬い水って書いて、硬水。まあ、あんま飲まないよ。エビアンは香水って、エビアン香水やんな、あれ英語で書いてあるやつやんな、エビアンって。大西が想像してるエビアンがエビアンなら香水だと思います。うん、あれ飲まない大西。イロハスとかはね、軟水ですよ、飲みやすい。でも大西はあの南アルプスのやつが好き。軟水と香水ってそんなに違うのって、うん、違うくない、分からへん。おにしは、うん、好きじゃない。なんかちょっとまずいって言ったらあんま良くない表現かもしれんけど、飲みやすくはないよね。なんかうんそう、あんま、そう、で、絆創膏取った。見えへんか。後でつけやな。切っちゃったとこって、そう。触ると痛いくらい。でも、もう、なんか、あんま見えへんね。ちょうど洗面所にいるからあれしよう、化粧ポーチの中をきれいにする化粧ポーチの整理整頓。オーマイガッ、なんかさ、私化粧ポーチ2つ使ってんねんけどさ、これ毎回メイクに使わへんやろってやつもね、そのまんま入れたりしてるんですよ。なんか、そう、だからなんかね、多いんですよ荷物が。ちょうどいいです、綺麗にしていこう。ね、なんかね、汚くなっていくよね、こういうの。絶対的にさ、いるものだけをさ入れておきたいよねっていうことで、
まずはこちらですね。あ落ちた。化粧下地です。化粧下地を大西が使ってる化粧ポーチ、思いっきりいっぱいピンついてるけど、で、はい、大西が使っている化粧ポーチはこちら、GU で買ったかな。多分めちゃ昔に GU で買ったような気がします。キロキロキロ、これファンの子からもらった。これ本当は多分キラキラついてないんですけど、キラキラつけてくれたんですよ。で他のメンバーに言われた。キラキラキラ、かわいいやろ。すごいよね。はい、じゃあまずこの化粧ポーチに、こちら、こちらは化粧下地ですね。化粧下地を入れまして、次にこちらですね。ファンデーションを入れていきます。そしてこちらアイシャドウですね。そしてこちらコンシーラーでございます。そしてこちら櫛あったら便利だから入れときます。そしてこちらハイライト、あんま使わへんじゃ使わないんですけど、なんかあった時にさ使えそうじゃんって思うからこう荷物が増えていくのよね。でもなんとなくこれを入れとく。あん時入れっぱなしにしとけばよかったって思いそう。あ、これは確実に大丈夫。これアイシャドウ第2弾はさっき入れたから大丈夫で、こちら眉毛、ん？ハイライトって何？ハイライトは明るくテカらせる。なんかテカらせるのよ。わかる。なんかね、これをハイライトって言うんだけれどもね、テカらせるのよ。お西の顔見てて、じゃあ指にとって鼻の先ジョンジョンだったり、あとなんか上唇のここみたいだったり、あとここ入れたらいいって聞く。なんだろうね、なんか立体感が出るらしいよ。こうなんかわからんな、なんかこの画質、あ、ほらほらほら、わかる？ここ、ここ塗ったとこ、ほら。ほら、こなんか話しかわかる。あ、ほら、この辺、この辺。わかる？今、この辺。あ、まあ、塗ったらもう、ちょっとあれやけど。なんかそう、なんか、立体感が生まれるのよ。まあ、キラキラなって。そう、そうやつ。はい、で、眉毛は入れたでしょ。次、こちらシェーディング、大西の中で一番大事なシェーディング、これはここを削っていくやつ。これがないと大西はもうね無理なんです。お、キュンってなったよ中に。で、これ第一弾なのよ、化粧ポーチ。次こっち。こっちがねパンパンなんですよ。これね、昔リッピーさんっていうね
伊田里穂さんっていうそう方がくれて、そう海外行った時のお土産、これすごい上気に、これも入れとくわ、ピン止め。ほらこっちがね、見ていっぱいあるのよ。出していこうか。安全ピンとともに出てきたわ。一生取れないじゃん絶対。どうしたのこんなに絡まって。何があったの。あなたこれ取れないでしょ。こんなところにあったのね、ネックレス。取れたわ案外楽勝やった。はい、こちらのポーチでございますね。じゃあこちらに入れていくものを今から厳選したいと思います。まずこちら、でんでんでん、筆。これいい筆なんですよ。絶対このままね、本当は入れちゃダメなんだけどね。愛用しすぎてもうこの中に入れてる。これね、ファンの方がくれたんですよ。そう、高いやつ。めちゃめちゃ愛用、毎日毎日愛用させていただいて。いや、と絶対にいるもの厳選していこう。これとこれ、もうハゲハゲでは眉毛の、眉毛じゃない、間違えた、まつ毛の、まつげの下地とマスカラ。これは絶対にいる。はい、まつげつながりでこれ、ビューラー。これも絶対いるでしょ。これ最近ファンの子からもらったのよ。スクー、見方合ってる？スクス、スキュー。そう、これね、すごいの、めっちゃ上がるの。そう、びっくりした。スク、ここめっちゃびっくりするぐらい上がる。スク、そう、今まで普通に薬局で買ってたやつ使っててんけどさ、これそう最近ファンの子からいただいて、これいいから使ってみーなーって書いてて、そんな書き方じゃなかったけど、使ってみーって書いてて、使ったらびっくりした。ビューラーでこんな変わるんやと思って。ありがとう、大切に使うね、使わせていただいてます。これはいるでしょ。あと目関係だね。アイライン、ここに引く線いるでしょ。あ、もう一本筆この筆は大事、この筆も入れます。あとは、あ、アイシャドウ第3弾、これもいらないです。なんで入っている、
これは？これマットになる口紅。最近あんま使わないんですよね。でもたまに使うんですよね。セーラームーンのやつ、そう、見て、セーラームーン。どうしよう。でも最近ね、主に使ってるのがこれなの。そう。見て、ここに名前書いてあるの、モーモーカって。すごくない？これ見たことあるのよ。そう、TikTok とかでね、よく出てくるの。女の子が持ってるやつでもいただいてね。そう、最近はこれをずっと使ってて、かわいいよね。これあるからいらないのかな。や、メイベリンはさっきのやつは一旦置いとこう、うちに。選ばれしリップはこちらとこちらとこちらに決定いたしました。これはね、これもディオールって書いてるわ、びっくり。 なんかすごっ。 これも高いやつじゃん。これもね、もらったのよ。これ多分ゆいちゃんからもらったの。今泉ゆいちゃんが舞台一緒にやった時、白雪姫っていう舞台やった時にそうくださって、そうそう、今泉ゆいちゃんくれたんです。ティオールって書いてた。で、これはあれ、韓国のやつ。違う？ あれ韓国のやつじゃないかもしれん。これどこで買ったか。韓国のやつじゃなかったわ、チャイナって書いてた。なんかでも可愛いね、グロスなんです。お、だいぶ量減ったよ。あ、あとこれ。これもめっちゃ大事。眉マスカラ。綺麗になったよ。で、ちょっとあとピン止めがいっぱい大量に出てきたので、それを入れます。安全ピンね。オッケー。で、このケロケロケロピたちは内側につけておこう。よし。お、あ、いい感じに軽くなった。イエーイ。洗濯機の上汚くなった。よいしょ。よくらっと。よいしょい。
はい。オッケー。オッケー。綺麗になりました。痛い。笑うと痛いのよ。今日マスクしててさ、うんと書いてた。歯当たるの痛いからさ。唇に当てて痛い。ビタミン不足かなって。でもビタミンめっちゃ最近取ってんねんけどさ、そうなのよ。嫌になっちゃうわね。チョコラって見るってやっぱチョコラビビいいやん。みんな言うね。みかん食べるしかって。みかんも最近めっちゃ食べてんのよ。美味しい。袋で買ってる。あれどこやったかな、前もさ、なんかさ、こない痛いみたいな言ってた時にさ、貼るやつとか買っててんけどさ、どこやったかな、昨日探してんけどさ、見当たらなくてさ、そう、薬箱のとこ入れてるかなと思ってて、入ってなくてさ、ちょっと一緒に探しに行く？ちょっとこの状態で行くね。探してんね、でも。ここがさ、まずここに絶対にはないやろ。もうここはね、眼帯しかないんですよ。でここがね、薬箱なんですけど、ないよね。ってなるとさ、他にどこに入れる場所があるって話になるよね。ないよね。ここビタミンがめっちゃ入ってる袋。ここもね、昨日探したんですけど、ね、ないのよ。ここチョコ入れでしょ？ない。ないのよ。ないのよ。ないのよ。チョコ入れだとって、そう、チョコ入れがあるのよ。ほら大量のチョコがあるのよ。うん、そう、バレンタインにいただいたチョコたち。せっかくやから1個食べるか。そう、ないのよ。
買う？また。だってさ、だからあんなさ使う機会もないじゃん。使い切ってはいないんですよね。絶対使い切ってないと思うのよ。あれいつやっけ、前に、なんか前もなんかここにさできてさ、マジでずっとさ矯正器具にあの時は当たっててさ、ほんまに喋んの痛かってさ、だいぶ前、7月、嘘、言うて最近の話ちゃう、あれ。え、なんか、え、1月ぐらいになかった？なんかほんまちょっと前。え？お西だけ記憶にあんの。え？うん。わりかし最近よ。トラフルとか買ったのも最近やと思う。そう、痛くて、これまだあんの。食べなさいって話、ゆっくり食べたいのよ。まだ一口も手つけてない。これ見たらね、写真撮りたくなるのよ。でも毎回これ取り出す時ってさ、毎回ショールームしてるからさ。あー、やっぱ後で食べよ、写真撮ってから食べよと思って忘れる。毎回そう。違うチョコ食べるか。これはもう机の上に出しとけば忘れへんのか、ここにしまっちゃうから忘れるのか。早く食べないと。でもね、そう、これまだいけるんですよね。なんかチョコって案外長いよね。この辺のチョコもね長いんですよ。これも夏までいけるしね。そうなんだよね、すごいよね。まあ確かにね、消費期限がさあれやから、ちょっとあれだけれどもさ、早めに食べた方がいいっちゃいいね。ちょっとずつ食べよう。猫のチョコいただきます。あ、うかい。噛めへん。めっちゃ染みるけど美味しい。うん。ま、もう7時やねんな。なんかテレビ見てて。
スシローやって。スシロー食べたい。スシロー食べたいね。今テレビでやってる。CM って、うん、普通にテレビ。スシローない県やって。ないの？スシロー？え、スシローがない都道府県ってあるの？ガッテン寿司食べたいって。知ってる？ガッテン寿司って YouTube で見たことある。知ってる？ガッテン寿司って美味しそうなの。前な、スシローない。何とこもあんねんな。奈良にないのって。奈良スシローあるよ。ごめん、マウント取っちゃった。ごめん。奈良は、いや、そんな別にマウント取るつもりはなかった。全然マウント取るつもりはなかったけど、今は不意にあのそういうな流れで、なんかちょっと、まあ、奈良はスシローある。うん、ごめんごめんごめん。スシローあるんだけど、なんかごめん、なんかごめんやけど、でも奈良はあるのよ。そう、いや別にそんな全然すごいってわけじゃないけどさ。そうそうそう、奈良はあるのよね。そう、スシロー。海ないのにねって。え、まあまあ海はなくても、まあスシローがあるからさ。大西は、まあ海がなくていいこともあるからね。そうそうそう、そうですよ。海がなくていいなって思うのは、まあまず、まあまあいろいろあるでしょ。でも大西がその中で一個いいなって思ったのは、海を見ることへの感動を忘れない。そう、これね、まあいろんなさ、他にもいっぱいいいことはあるの、あるけど、それがねいいと思う。大西は海を見て、わっ海やってなるのよ、絶対。今でもなる。そうなのよ。そう、これいつまで、今でもね、しっかりなる。なんか川は、川なんかいたっていっぱいあるやんな、だって。え、東京ってあんま川ないのか、もしかして。あるよね。え、知らんけど、あるよね。あるよ。え、ないとこある？逆に川ってあるよね、東京でも。ね、川っていいよね。
お、いろんな川が出てきた。目黒川とかある？あるよね、知らんけど。なんかお花見のイメージ、なんか目黒の川沿いにさ、ね、あるやつ。なら大きい川あったっけ？吉野川っていう川があるね。大きい、大きいよ。そう、でもね、奈良のね、桜なんかすごい好きなんですけど、大西、あの奈良の川沿いにめっちゃ咲いてるところがあって、桜が、あ、これ何川っていうかわかんないんですけど、奈良に住んでる人はわかるかな。奈良の奈良の箱です。昔ラウンドワンがあったところ。伝わるかな、伝われ。ラウンドワンがあったところ、奈良の伊東洋華堂のところをさ、今もうミナーラや、ミナーラになった場所をまっすぐ行ったところにあった川沿いの桜がめっちゃ綺麗なの。あ、ごほんと大好きだよ、西。そう、伝わらんかな、奈良県民の人いないかな。そう、そう、ずっと続いてるのよ、その川。普通に奈良市内からもうずっと下に続いてて、そう、綺麗な川があるんですよ、大きな。あ、佐保川かな。秋篠川って懐かしい。あ、佐保川や。え、やばい、懐かしい。そう、佐保川、そう、秋篠川っていう川もねあるんですけど、佐保川だ、懐かしい。え、やばい、感動。なんか佐保川っていう響きが、え、めっちゃ懐かしい。そう、佐保川っていう川がねあるんですけど、うわー懐かしい、秋篠川、うわー懐かしい。そのさ、佐保川のさ、川沿いにね、なんか松ぼっくりとか秋になったらさ落ちててさ、うん、で春になったら桜咲いててさ、まあ、今は多分、今あれあんのかな、ラウンドワンって。そう、佐保川だ、いや懐かしい。いやちょっと今何年ぶりに佐保川っていう名前を思い出したやろ。うわラウンドワンだけ風情がないって。そこのラウンドワンもね、あ、ラウワンはミナーラの中に移転したって、ああそういうことね。そう、昔ね、その佐保川の近くのラウンドワンってところがあったのよ。そうそう、そこにね、お兄ちゃんとね、ママとね、よくあれしに行ってた。湾岸、湾岸ミッドナイトって、カレーすぎ。風情じゃない、風情、風情かな、もしかして読み方風情って読んだように違えた。
そうでもね、あの辺はね、恩師が行くとワクワクするゾーンだったんですよ。だからそうなんかね、そのね、その辺奈良市のね、その辺ってなんかいろいろあってね、恩師的にその佐保川をこう下ってって車でね、でちょっと広い道出て右行ったら温泉屋さんがあって、そうゆららの湯やったかな、そう、そこに行くのも好きでね。でそれのそれまでに川沿いじゃないけどちょっと離れたところにね、極楽湯っていうね、あの温泉屋さんもあってね、そう極楽湯大好きだったんですよ。そうあとその辺にドンキもあってね、トイザラスもあってね、そうでそこのね道をまっすぐ行くとね、郡山イオンっていうねイオンがねあるんですよ。めちゃめちゃでかいイオンがあって、そう懐かしいね。20分になったら終わるわ、ご飯食べる、泣かせてきちゃった、なんかチョコで活性化されたお腹が。なら何でもあるじゃん、都会かって。そうなのよ、そうなのよ、奈良ってね何でもあるんだ、空港とか以外、空港とすごい高い高層ビル以外はね何でもあるんです。あと海、そう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 、奈良たくさんある、いろいろ。この間ねテレビで奈良やっててさ、橿原かな、ロッチの中岡さんがなんか80万ぐらい使おうみたいななんか企画をテレビでやってて、うわめっちゃいいなと思って、おいしょ奈良痛かったそうお話ししてみたいな中岡さんと。前去年一回だけあの24時間テレビの盆踊りの時にね、そうお隣で踊って、ほんま一瞬だけお話しさせてもらってんけど、でもそう私も奈良県出身なんですよって話したかったけど、そうそう、そんな時間はなかったから、そう話してみたいな、いつか。あ、そういえば渋原ぎょってんちゃんやって、そうなんか前すごいコメント欄でさ行天呼んでみたいな時あったよね、行天となんかリンリンがなんかあったよね。そうまだ呼んでないメンバーほんとねたくさんいるから、今日って初めてなんて、え初めてやんの、初めてやと思う。リクエストで呼べるのって、うん大西がね大体決め、まあ大西が決めてない回もあるんですけど、大体どうしますかって言われて、じゃあ大西誰々でってお話ししてるので、そうそう、まあ、みんなのスケジュールとかももちろんあるけどね。そう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 、
ね、楽しみにしていてください。ということでね、そろそろ20分になるので、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位、コバットマーク大西さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がタカタカさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がカメさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が、マカロニ48さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が大輔さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして、11位がコーヒーレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が大西かきやっとマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がケンタアットマークこぶたちゃん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。ということでですね、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでも、でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、バイバイ、ありがとうございました。またね、バイバイ。痛い痛いよ、笑うと。バイバイ、またね。